ここからはライトアップジャーナルのお時間でございます。一般のメディア、テレビ、ラジオ、週刊誌、新聞ではなかなか取り上げられないということを、むしろ重点的に取り上げていこうというライトアップジャーナルです。小出博明さんや今中哲司さん、元京都大学原子炉実験所の小出さんと今中さんが時々お話をしてくださっているんですけれども、市民のための自由なラジオライトアップというのは、それをお披露目したのが、ちょうど今年の3月11日、2016年3月11日でした。というのは2011年3月11日からちょうど5年経った日だったんですけれども、こういう番組ができますというお披露目をしたんですけど、その時に私たちパーソナリティと小出さんをお迎えして東京の新宿でやったんですが、その時の小出博明さんの発言、どうぞお聞きください。やっぱりね、原子力村っていうのは普通のまあまあ研究者の方で、あの状況の中で誰が見ても炉心溶融してる、要するにメルトダウンしてるのは当たり前だという話をされておられた。けど今もって5年経ってもそれをですね、まともに話する専門家は非常に少ないというか、まあほぼいない。やっぱり原子力村っていうのはもうそれがもう美徳というのか当たり前というのか。まあ、今西さん、原子力村と、あ、すいません、原子力村って最近怒られるんでチェックが入りますね厳しいチェックが入りますんで、はい、原子力マフィア、はい、はい、私は原子力村なんていう言葉をもうもはや使うべきではないと、原子力村というのは国、電力会社、原子力産業、土建屋、零細中小企業、労働組合、マスコミ、裁判所、全部が集まった巨大な権力機構だったわけですけれども、その巨大な権力機構が原子力を進めてきて、福島第一原子力発電所事故もついに引き起こしてしまいました。ただそうなったところで誰一人として責任を取ろうとしないのです、うん、自ら。結局誰も責任を取っていないし、処罰もされていないという、そういう状況があるわけです。私はそれを見て、彼らは本当の犯罪者集団だと思うようになりまして、原子力村ではなくて原子力マフィアと呼ぶようになりました。絶対に彼らを処罰したいと、ね、今は思っています。まあまあ小出先生もね、やっぱりラジオフォーラムでずっとお話しいただいてる大半のタイミングは京都大学の先生でいらっしゃったけれども、今は立場変わられて、安倍政治は許さないというですね、看板を持って今、週に何回ですか立っておられるの。月に3日、はい、毎月1回です、もともと沢地久江さんが昨年の7月18日の13時午後1時に自分の都合のいい場所で安倍政治を許さないというポスターを持って立とうという呼びかけをしてくださって、私は普通そういう呼びかけの賛同人にはならない、自分が主体的、具体的、積極的に担えないような行動の賛同人には自分の名前は決して恥ずかしいし出さないということにしていたんですけれども、沢地さんの呼びかけは自分の好きな場所で立てということだったので、それなら自分はできるので、賛同になりますと言って引き受けて、7月18日に、今私が住んでいる松本駅前で立ちました。一回一回限りかと思ったら、ありがとうございます。沢地さんがその後毎月3日自分の好きな場所で立とうという行動を提起してくださいましたので、それならできるということで、私は毎月3日に松本駅前で、安倍政治を許さないというポスターを持って、立っています。一人でも立つつもりですけれども、毎回たくさんの方が松本駅前に集まってくださって、ずっと立ち続けています、これからも毎月3日松本にいる限りは松本で立ちますし、そうじゃない場所に私が行ってることも多いのですけれども、多いというかこれまでずっと3日立っていました。4月の3日は実は京都に行っているのですけれども、京都のどっかで私は立とうと思っています。はい、
この中でですね、小出さんは、原子力村じゃなくて、はい、そんなんじゃもう甘いと、はい、あの人たちは犯罪者だから原子力マフィアという言葉を使っていらっしゃいますが、うん、この5本の中で、うん、矢部さんはアンポン村、そうです、はいね、はい、同じことをおっしゃってるんですよね。全くそうなんです ね、あのやっぱりその原発事故が起きて、その原子力村という特異なその利益集団の、まあ、メディアコントロールとか、そういう、あの、そういう法の網の目をくぐり抜けるとか、いろんなことが明らかになったんですけれども、それをもうむちゃくちゃ巨大にしたものが安保村、要するに日米の、軍事関係を中心とした今の国の形ということになりますね。ですよね、だから結局小出さんが戦ってらっしゃるのも、うん、矢部さんが戦ってらっしゃる、うん、挑んでらっしゃることも、はい、私たちが戦い方がまだ間違ってたんだなってちょっと気がついたりしてるんですけど、うん、それも結局同じ敵は同じ、そうです、ですからそのでもあの原発の方で皆さんがすごく突っ込んでいろいろやられて問題点は あぶり出されたことで、その安保村の方の構造もはっきり見えてきたわけですよね。ですからまあその非常にその補完関係にあるというか、お互いいい影響を及ぼしながらその解明が進んできたというふうに思っています、ね、はい、はい。